はい、よい風景です。プラスナスリーポータブルの実況プレイです。さてと、あともう少しで満月なんだよな。昨日は、2日進めちゃったんだっけ、前回はね。よし、じゃあ頑張ろうか。あと4日か。引くつき、僕の予測が正しければ、次の満月の日、すなわち7日夜の掛け時間に、次なるシャドウが出現する。僕の認識ではこの一戦は今後の展開を占う極めて重要なものだ。君たちも満を持して当日を迎えてくれ。そうか。でも今風邪ひいてんだよな、大丈夫かな。おい、ユミコ聞いたか、男女ペアの鍵人間だったよ。きっと一人者のシャドウがカップルに嫉妬してやらかしたんだぜ。そうかもね、そういうやっかみってすごいからね。実際シャドウの出現が近いからといって緊張感をところ話していたね。まあこんなところかな。開けば一人でいるな。よしよし、山岸の、あれ風花って、山岸風花で、山岸の話聞いてなかったけど、ちょっと待って、コミュ、山岸だね。間違ったかと思ったよ。で、今疲労状態ね。疲労状態、あ、じゃあ風か。これ直すために、努力することはできるんですけれども、ここはあえて、ここはあえてそういうことせずに、ステータスアップさせよう。まだ上がらんな。あとどのくらいだろうな。あ、直っちゃった。直っちゃったよ、風。まあいいんだけどさ。はい、満月か。なんか緊張してこない？緊張するん。ではね、なんかほっとしちゃった。でもさ、とにかくやるしかないんだよね。なんか選択肢がなんか、性格が、の違い出てるんですよね。エピソード Yourself の、男性主人公と。男性主人公はなんかすごく、なんて言えばいいかな。なんて言えばいいか。クールっていうか、付き合いづらそうな人だったよな。土曜日は助教校できるか。タウンマップ出ます。土曜日、アイテムちょっと買いたいかな。青ひげファーマシー。セールね。なんだっけ、同伴玉じゃなくて、違う足の玉か。これちょっと欲しいからね。10個買っとこう。よしよし。いや、随分使っちゃったからね。ダラダラして。だって、レベルが低いときは、シャドウの攻撃一発食らっただけで落ちちゃったからね。参った。教室前やろうか。今日山岸コミュできるんですけど、やろうか。まあ、学校空いてるときしかできないですからね。なんか上がるかな。今日はどうしようか、ユミコちゃん。一応本を持ってきてるんだけど、フルカが持ってきた本には様々なお菓子が並んでいる。今ある材料でできそうなカップケーキを作ることにした。そんな難しいのできるか。見ててあげるんだけど、一緒に作ろうよ。うん、足引っ張らないで頑張るね。はいはい。まず、小麦粉を振るうんだよ。フルカが振るにドサッと入れた頃には、上、紙、白糖、上白糖ってもか。それ砂糖だよ。え、あ、ほんとだ。白いから小麦粉だと思って、ありがとう。ボウルに振るってから、バターと混ぜて、混ぜるのって手でいいのかな？ハンバーグだと手でこねるよ。どれがいいのかな？泡立て器。キベラかな？あ、そうなんだ。手だと全部普通じゃん。レシピにはなかったけれど、バナナが余っていたので、潰して入れてみた。なんとか型に流し込むところまでできた。あとは焼くだけだ。ふんわり甘い香りが漂ってきた。アレンジしたなんて、さすがリーダー。これに比べて私。どうしようか。ふうかも頑張って。よかったよかった。こんな難しいものを作れたら嬉しいな。ふうこちゃんのお子供。
困難を乗り越え、よかったの中が少し深まってきました。こんなことで困難を乗り越えて言えるってことがね、いいね。いいね、なんかほんわかするね。あ、気がついたらランク5か。結構上がってますね。別に最優先で上げたわけじゃないんだけど、全然。いや、むしろほっといてもいいくらいだと思ってるんだけどね。せっかくだし、私の分は持って帰って、後でゆっくり食べて。なんだかもったいなくて、ずっと残ればいいの。バナナカップケーキを抜こうって。休日に遊びに行った時には、誰かにあげれば喜ばれそうだ。このまま残ればいいのにっていうか、あのままずっと取ってある、スイートケーキだっけ。君か、おかえり。今、スイートポテトね。大丈夫かな、スイートポテト。もう知ってるかもしれませんが、来週の火曜日は満月です。多分、何らかのシャドウ反応が出ると思います。もうすぐだから、準備お願いしますね。いや、体調も治ったしね。で、アイテムの、これ、大丈夫かな、スイートポテト、これいつ作ったんだろう。先週だと思うね、多分ね。先週か、先々週か。よし、じゃあ、続きやろうかな。はい。そういえば、ゆみこちゃん、カレンダーきちんとチェックしてる？たまにチェックしてるんだよね、たまに。じゃあ、私が言わなくても大丈夫か。さすがしっかりしてる。まあ、一応、カレンダーなんかをチェックして、シャドウじゃなかった、タラタラスに向かう日取りを決めてるんですよね。まあ、満月の一週間くらい前に向かうんでいいかなってふうに思ってるんですけど。まだ影人間増え始めた。足変わってないよね、特にね。果たしてどんな野郎が出てくるのか、今から待ち遠しいですよ。その話で終始するね、竹馬さんも。この話も聞いたな。よし、じゃあちょっと出ちゃおうか。待って、土曜日か。土曜日、出ちゃおう。土曜日はクイズゲームの日。また間違ったよ。じゃあクイズゲームで学力上げるか。クイズゲームね。あ、コンビできんだな。どうしようか、田中社長コンビ。悪魔できるのは、土曜日の次が、カーカン。週3できるやつね。カー、木、土できるかな。できれば上げたいんだけども、まず学力かな。期末試験っていつ？期末試験ってまだやってないもんね。期末試験に向けて、勉強しよう。クイズゲーム。ありがたくない話だね。あ、今日日曜か。ちょっとカットしますね。はいはい、失礼しました。今日休みの日ですね。今日、誰かから誘いが来るかな？来た来た。誰だろう。あ、いいですね。行こう行こう。で、これで、次の活動日に一気に上げちゃおう。どっか行かないって言ってるけど。行く行く。行く。よし。じゃあなんか食わせるか。なんか作ったやつを。はい。部活帰りにしょっちゅう来てるけど、休日だとまた違った感じだね。楽しそうでよかったね。そういえば、最近みんなから合コンに誘われたんだけど、合コンとか行ったことないし、よくわからなくてさ。リオは少し困った顔してる。みんな合コン行ったら、どんなことしてるの？どうしようか。楽しくお話しするだけってあるの。王様ゲームとか。これがいいかな。これがなんか、敷居が低くていいかもしれない。あ、そうなの？じゃあ行ってもいいかな。先に話すってことがちょっと好きなんだ。部員のみんなと向き合って話したから。私もみんなのこと分かったしさ。よかったよかった、よかったよかった。ぐっと深まった気がするんです。そうだ。じゃあなんか作ったやつ。手作りお菓子。どれがいいかな。クッキーかな。クッキー、3日くらい前だっけ。大丈夫だろ。クッキーだったら。私に何々。あ、何これ手作り。めちゃめちゃ美味しそうだった。超美味しい。あんた天才だね。やったね。次は確実に上がるでしょ、これ。クッキーの効果。君か。おかえり。ただいま。さて、じゃあ、月曜日やっちゃおうか。まあ、話は特にないかな。時計の料金安いか。
ますので。はい、いよいよ明後日ですね、シャドウ。どんな戦いになるかは全く読めませんので、今日明日でしっかり準備してくださいね。備えあれば憂いなし。これ、基本中の基本ですから。次のシャドウってどんなやつなんだろうね。そうだな、恋人、目の敵にしてるんですよね。はい、頭打ちってのは言ってみれば、真の意味での己の限界のことだが、そんな領域に到達するやつなんては選ばれた達人だけど。多くのやつは自分が心が折れたのを頭打ちだと言い訳しているんですけど、まあ頭打ちなんて発想は捨てるんだな。それが上達の大事。なるほどね。なんかわかるなっていう分野もあるけど、全くダメな分野ってもあるからね。俺音楽は全くダメだからね。ほんと、絵は自信あるけどさ。シャドウもだんだん強くなるってことは、俺たちがどんだけ強くなっても、シャドウも負けじと強くなるんだよ。こういうのってきついよな。俺本当についていけんのか。途中で頭打ち食らって脱落とかマジ勘弁だぞ、おい。いやー、なんか頭打ちとか言ってますけど、今イオリレベルちょっと低いんかな。23、あ、でもそれまで、それでも23まで上げたか。まあ、足元になるようなレベルではない。でまあ、チャンスがあればイオリは連れて行ってレベル上げたい。じゃあ、タウンマップ出ちゃおうか。もう一日やるよ。今日は月曜日までやりたいね。待て、日曜日ちょっと、部屋で勉強じゃないか。ちょっと待った。そうそう、部屋で勉強だったわ。疲労も取れたしね。そうそう、日曜日は部屋で勉強ね。実質。よしよし。期末試験に向けて、もっか特訓中だよ。まだランク上がないか。でもランク上がったばっかなんだっけ。満月の前日ですが、おー、ついに明日だな。そうだね。なんかあったっけ。何があって、おい、満月。俺はすっげえそわそわしてるっての。なんかたまんないよな、この感じ。試合前の緊張感っての。真田さんの気持ちがわかるな。いや、真田さんの気持ちはね、もっと高ぶってると思うよ。予約の昼休みだ。あ、ユミコ、今日は復活だよ。来るよね。行くつもりだよ。よし、じゃあ今日ね、上げ切っちゃおうか。この込みね。さてと、どうしようかな。どうしようか。次のコミね、コミやった後すぐにもうイベントなんじゃ、前日か。じゃあいいや、やっちゃおう。そうだそうだ。ちょっと待ってください。月曜だよね。月曜装備品買えるけど、いいでしょ、とりあえず買わなくて。職員室前じゃなかった。教室前でもいいか。そうだそうだった。今日は普通に活動できる日かな。よし、じゃあやろうか。今日でマックスできるじゃないかな。みんなと汗を流して。じゃあ今日はここまで。お疲れ、いいよ、合コン考えてくれた。別にいいのに、彼氏いらないし。そうだよ、戦車込みだからね。そんなんいらないんだよ。お持ち帰り、いい男好きになれ、マジで。いないと思うよって言ってるけど。だから男は滅びた方がいいな。ウィンナは一足先に校舎に戻り、イオと二人に。ユミコ、何か昔のことみたいだね。二人だけで部活やってたのって。合コンとかみんなおせっかいだよ。恋愛相談とか自分がするとは思わなかった。イオは笑って。私ね、全てを犠牲にして部活に打ち込むことが正しいと思ってた。どれだけ辛くても実績とか強くなっていく感覚が私を救ってくれると思ってた。でも大事なことを忘れてた。楽しいってこと。最初にテニスに触れた時、楽しいって感じたこと。見てか、リオの手にはヨレヨレの本が握られてる。入門書だよ。テニス始めたばっかりの時、楽しくて眠れなくて、ベッドの中でも授業中でもずっと読んでた。これあげる。私のあの頃の気持ちをユミコが持っててくれたら、一人じゃないってこと忘れないと思うから、だからもらって。
込まれた入門書。そっか、大事にする。気づけたの、ゆみ子の。一緒にいてくれて、背中を押してくれて、周りをよく見てくれて、ありがとう。リオは少し恥ずかしそうに、怒るとお辞儀をした。リオとの間に固い絆を感じた。やったやったね。最上位込みの一角を、コンプリートしたよ。戦車の究極の力、トールで。トールといえば、シリーズおなじみですが、まあ、メガテンの、新メガミ転生の1からボスで出てきたからね。テニスってシングルなら個人競技でしょ。だから別にみんながいなくてもいいって思った。一人で頑張ればそれでいいって。でも一人じゃないんだよ。仲間がいてくれないと全然踏み出せない。一人の力なんて小さいんだね。もしかしたら生きるってのも同じことかも。なんてまだ17年しか生きてないんです。リオは少し恥ずかしそうに笑っている。さあ着替えてワック行こう。みんな先に行ってるって。いやーいいですよね。こういう小さいエピソードがね、たくさん詰め込まれてるんですよね、この件は。ミス、おかえりー。ただいま。いよいよだな。もし俺らがシャドウに負けたら、例の影人間が街中に溢れかえんだろう。想像するだけキモいぜ。絶対止めなきゃ。平和は俺たちの肩に乗っかってんだからさ。今夜眠れっかな、俺。タルタル行くなら、当然付き合うぜ。タルタルはいかん。タルタルはいかんよ。じゃあコミュを確認して、これでマックスしたら2つですね。やった。で、戦車コミュは、いろんなコミュと被ってるので、まあ、これから皇帝とかじっくり上げていく感じかな。皇帝コミュは上げるのはそんなに難しくなかったと思うんで、問題ないと思います。で、あと、まあ恋愛のコミュとか上げていこうかな。まだ2なんですね。もし、あげる条件とかがエピソード Yourself と同じだとすると恋愛の竹箱みたいですけど、結構あげるの大変なんですよね、これね。うまくいくのか分かんないですけど、まあじっくりやっていこうかって感じかな。だけど、まあ2学期からなんですよね。エピソード Yourself ではほとんど2学期のコミだった気がするんですけど、まあそれからでもマックスとか狙えるんで、まあ、やろうと思えばできるでしょうと思います。で他にもね、まだコミ入手してないのは結構あるんですよね。まず太陽でしょ。太陽と、あとなんだ、まあ、英語は後々だと思うけど、あと月か。あとは、そうだな。塔は入ってるな。あとなんだろうな。あ、そうだ、正義と、あと、合気。ストレングスね。あと5つぐらいかな。もっとあるかもしれないけどね。なんか思いつく限りでもこんだけ手に入ってないんで、2学期以降なんですかね。はい。じゃあまあ今日こんな感じで切りますかね。明日はですね、いよいよ恒例の満月イベントなんですけど、その前にコミ活動する時間あるかな、ちょっとわかんないんですけど。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。